sounds like and talk directly in my butt. You can't even fight in the States. You can't even fight. この構造に、しっかりと教えてやりたいと思います。お前の方が構造者じゃん。はい。They call him the demolition man. Rukia Anpo. Hello, American. My name is Rukia Anpo. 日本の皆さんもおはようございます。今回この試合にあたってライアン・ガルシアに、直接俺の言葉で伝わるようにメッセージカードを書いてきたんでここで読み上げさせていただきたいと思います。 Hi everybody from Japan、Today I have a comment for Ryan. So I've written everything down so I can talk directly in my words. So please listen. We all know Ryan Garcia's issues: missing weight, alcohol and incomplete, lack of professionalism,No sportsmanship, no respect. Yet he dares to call himself king. On fight day, I'll show him the true code of Bushido. We'll fight for honor and legacy, it's not ego. I bring the real Japanese samurai spirit and show him exactly where he belongs. Fuck you!ライアン・ガルシア選手の、問題は、お酒を飲んでプロフェッショナリズムに欠けるような、問題を抱えている選手だと思います。スポーツマンシップもなくリスペクトもない、それなのにもかかわらず自分のことをキングと呼びます。来たる、試合の日、私はしっかりと日本の武士道を彼に叩き込みたいと思います。この試合は名誉のための試合であってエゴのための試合ではありません。日本の真の武士道を、彼に突きつけて、彼が、に見せつけてやりたいと思います。よろしくお願いします。 Hey everybody, thank you for coming. I want to thank God for this opportunity. We're gonna be putting a whooping on this boy. まずはこの機会をくれてありがとうございます。神にも感謝いたします。3ヶ月ほど前に日本に行って、彼がパッキャオと試合するのを見てきたんですけれども、いまだに彼が誰だか私知りません。そして興味もありません。ただ今回の機会、ライジンとファンミオと一緒に仕事ができることに対してすごくモチベーションを感じていますし、日本では素晴らしいイベントを作りますので、本当にたくさんの大勢の人の前で試合をすることを楽しみにしています。彼の先ほどのメッセージに対しての返答は Fuck you になりますね。自分は未だに彼のこと知らないし、パッキャオのことを KO しに行くっていう姿勢が気に入らないです。パッキャオような選手を倒そうとしている姿勢が対して自分は全くもって尊敬はできないので、とにかく彼はキックボクサーだけれども、ボクシングを教えてやります。そして彼は初めての大舞台ということで、小躍りしてちょっとモチベーションが高いみたいなんですけれども、自分にとっては普通のイベントになれますので、普通にやって、KO して自分は、楽しみながら、帰国したいと思ってますので、皆さん注目してください。とにかく、この小僧に、しっかりと教えてやりたいと思います。お前の方が小僧じゃん。はい。 You're younger, you're little kidまず大舞台戦ったことないって、俺は5万人の前でも戦ったことあるし、まずお前のこと誰か知らんっつってるけど、まずお前が1年間出場停止も食らってるから今こうして日本で試合できるんやろ。まずお前感謝からっす。 You said you don't even know me, but あんま調子なかったら蹴りますよ。 You can't even fight in the States because of me, because of the opportunity you're getting this fight in Japan. I don't need them, but I'm just happy to be a, you know, big event. 本当に今これに関してはすごくリラックスした感じで来てるんですけども、今ちょっとコメントを受けてだんだん目が覚めてきたって感じですね。本当はもうフレンドリーな感じでやるつもりだったんですけども、これでいろいろと汚い言葉とも使ってるし、仲良くつもりはもう全くないし、俺も鼻がないからノーフレンドリー、彼を KO するもう準備はできてますんで、もうこれはもうフレンドリーなものではなくて本気真剣勝負だっていう気持ちになってきました。アンポ選手はもともとキックボクシングはすごいスターなんですけれども、ボクシング界にその名を轟かしたのは3ヶ月前マニー・パッキャオ選手と試合をしたことだと思います。それでボクシングファンはあなたの名前を知ることになりました。あの試合でアンポ選手はボクシングファンに何を証明したと思いますか？あの試合でボクシングファンに証明する動向の前に、こいつは今俺のことを誰か知らんって言ってますけど、俺はこの試合にかける思いは、もちろんボクシングでも俺はライアン・ガルシアといい勝負ができる、むしろ勝てるとさえ思ってるんで、それを結果で証明してアンポルキアって名前を世界に届かせます。そのための一戦にします。お前覚悟しとけ。 So, you know, we're gonna see.
あのパッキャオ選手の試合を生で見た感想を聞かれたんですけれども、まあ、アンボ選手を見て、まあ、パッキャオの試合を見たんですけれども、まあ、とにかくあの試合でアンボ選手はまあ若くて自分の、名前を売るのに必死だったなっていう感じがします。で、その、まあ、その気持ちが先行して、あの自分のリスペクトする、大先輩の、レジェンドに対して、まあ、KO する気で戦ったのが非常にムカつきました。なので、まあ、今回はあのパッキャオよりも若くてスピードのある選手と対戦するので全くもってあのアンダーパフォーマンスは話にならないと思います。そして MMA ファイターであるショーン・ストリックランドにボコボコにされている動画を自分から上げているということもあのなんかすごくダサいなと思いますし、あれについてなんで触れないんでしょうかと。なので MMA ファイターにボコボコにされているようだったら、自分も、じゃ あの話にならない、あの全くもって問題にならないと思いますので、そこに期待してもらいたいなと思います。じゃあまずはお前がヘビー級のやつと試合をしてみろよ。お前ヘビー級の人間と試合したことないやろ。If you're talking shit about the way about そもそもお前 you've never fought anybody big enough 階級決められた階級定められてるんで、それをオーバーしてお前試合勝って、こんなことしてアルコール飲んでそれがかっこいい。 You have the audacity to miss weight その声がどんどんかっこいい。 Drink beer and wait and you feel I feel that's very disrespectful I don't understand why それでお前自分のキングって言ってるでしょ。 you can't miss weight you can't 動画キングなのフェイクやん。フェイクキング、you know? You're the fake king. これは本当の試合だし、あの本当の試合のために俺は準備する必要はない。パンフォーパンドのチャンピオンを俺はぶっ倒してるし、そもそもお前は MMA ファイターにボコボコにされてると。で、そんなので自分に勝とうなんて、思い上がりも甚だしい。あなたにお前が持ってるのはただ、身長がでかいだけ、そして底上げのブーツを履いてダサい格好をしているただの変なやつなんで、本当の試合をしたいんだったら、まあ、俺が見せてやると。かかってこいよ。Bring it on. So I can't take this lightly. ライアン選手に対して、まあ、今回のこのルール設定だったり体重はどのように、影響するのかという質問に対して、まあ、そうですね、これはまあ本当に日本でもやるし、安保選手に少しでも希望を、与えないといけないということで、今回は 69.4 キロ、553ポンドで試合をやるということ、そしてあとは2分、彼が一生懸命やれるであろうという希望を与えるためにこういったルールに、なってます。自分にとって2分っていうのはアマチュア以来やったことのないルールで新しい戦い方が必要になってくると思うんですけれども、当然世界タイトルと同じような準備で、本気で準備して本気で試合にしに行くので、素晴らしいものになるんじゃないかなと思います。で、明らかにこう、安保選手は非常にモチベーションが高くて、やる気満々ですので、自分もそれに応えるような準備をしたいと思います。Rukia Ampo、安保選手に質問です。ライアン選手のスピードは、まあ、先ほど話しましたけれども、彼の左フック、に対してどういう対策をしているのか、そして彼の弱点というものは見られるでしょうか。まあ、左フックのスピードに対し関しては確かに、世界トップレベルのスピードパワー持っていると思います。そこに対しては警戒してるし、俺もその左フックに合わせた攻撃も用意します。で、次の質問でしょう。弱点ですね。弱点、まあここで言える範囲内の話で言えば、まあ、若さゆえの荒さ、勢いはすごいいいけど、やっぱそれが後半になってきたらそういう部分でチャンスになってくるんじゃないかなって俺は思ってるんで、そのチャンスをつきたいと思ってます。 Brian, do you have any response to that?I think Ampo in English means bozo. So, he's a bozo. 英語でアンポはアホタレって意味だと思いますんで、そういう意味ですね。英語で言うとアンポはアホだっていう意味だと思います。If he wants to be a bad boy, then be a bad boy. アンポ選手がこの自信過剰な、ライアンに対して、アメリカの自信過剰なやつをぶっ飛ばしてやるという意気込みで来てるんですけど、それに対して思いますかということに対して、まあよくわからない発言ですけども、自分がバッドボーイならそれでいいんじゃないかと、ただ試合で見せます。俺が英語でアホならば、お前は日本語でインチキ小僧よ、ライアン・ガルシア、インチキ小僧。 If I'm a bozo in English, Ryan Garcia is a baby Garcia, fake idiot baby in Japanese. Oh shit, that's dopeThat's crazy. I didn't know that. 日本語がそういう意味なの知らなかったです。ありがとうございます。ライアン側からは、そのレジェンドのパッキャオに対して、本当に KO を狙いに行った姿勢がすごくディスリスペクト、尊敬がなかったんじゃないかという、意見があるんですけれども、それに対して、アンコ選手どう思われますか？自分のチーフトレーナーである中尾先生と試合が決まった以上、エキシビジョンであろうが、プロのエンターテインメントとして、
試合でしっかり決着をつけに行くエキサイティングな試合をする、それがプロの試合だと思う、仕事だと思ってるんで、逆にむしろ倒しきれなかったことが悔しいと思ってるぐらいとさえ思ってるぐらい、俺はあの試合に本気で挑んでました。でもそれ以上に今回の試合に関してはこいつを必ずぶっ倒すつもりでいるんで、さらに仕上げた強い姿でリングに上がります。榊原 CEO に質問です。榊原さんは、日本の大晦日に、まあ、本当に伝統となるような、イベントを定着させることができました。で今回も大きなイベントになると思うんですけれども、今回のこの試合を追加することによってその伝統にどれくらいの、付加価値というかどれくらいのものが追加されると思われますか。まあライジにとっては10回目の大晦日、2015年以来10回目の大晦日になるんですけど、多分今回が世界中から注目されるという意味では一番この10回目が最も注目される大会になると思います。これまでメイウェザーも出てますし、フロイドも大晦日に出たことがあるんですけど、その時以上に世界の注目度は増すと思いますし、まあ、世界中でその日世界の人たちが格闘技を見るならライジンを見る、ライアンとアンポの試合を見るっていうような、そんな日になればいいなと思ってます。 I gotta thank God and blessed for this opportunity。 第二質問です。本当にこれは日本において格闘技界のスーパーボールみたいな感じ、日本のアメリカのマディソンスクエアガーデンに並ぶような大会になると思うんですけども、それについてどう思いますかと。日本で、戦えること、ライジンで戦えること、このような大きな舞台で戦えることは、非常に光栄のことだし名誉のことだと思っています。ボクシングでも、のキャリアを通しても日本で、そして、こういったイベントで、試合をすることがないので、本当に、一生涯に一度の機会かというふうに思ってますので、この機会を作ってくれたライジンとファンミオに感謝したいと思いますし、とても自分ではモチベーション上がってます。ルキア・アンポ、アンポ選手に質問です。本当に この試合で、アンポ・ルキア選手がどんな選手なのか、ライアン・ガルシアという名前をと対戦することで自分に、注目がたくさん集まると思うんですけれども、この機会をどのように捉えていますか。もちろんこの試合によるチャンスのデカさは自分が一番理解してるし、でただ試合が決まったことだけで俺は満足してないし、必ずいい試合をする、なおかつ倒す姿勢を見せる、そして必ず KO で倒す、ノックアウトする、そういう姿を見せて俺は結果で世界に羽ばたきたいと思ってるんで、ただ試合を盛り上げて、ただ試合を会見でも盛り上げて試合で見せないみたいな、そんなことはしないんで、とにかくファイトを楽しみにしてください。ボクシングスーパースター、アンポ選手に締めの言葉をいただきたいんですけれども、年末、ライアン・ガルシアとこのビッグファイト、スーパーファイトをやるにおいて、あなたが最後に勝者でいるという根拠は何でしょうか。アンポルキアだからです。日本のサムライスピリットを見せて、必ずこの熱気でかぶせられたキングを退治するんで、日本の皆さん、そしてアメリカの皆さん、必ずエキサイトする試合するんで、応援よろしくお願いします。 You know, we're different, so that's it。 同じような質問をライアン選手にですね、まずですね、ライジン、ファンミオ、ゴールデンボーイ、そしてここにいる、全ての皆様、見ている全ての皆様に対して、お礼を言いたいと思います。そしてまずライアン・ガルシアのイベントを見る、試合を見ると必ず、ライアン・ガルシアが提供する試合内容が見られるということを約束します。それはすなわち素晴らしいエキサイティングな試合、そして確実なフィニッシュ、それが見られることを約束します。そして安保はここで終わりです。もうこの試合が終わったら誰も安保について喋ることはないでしょう。自分がここに勝って自分が次に進むだけ。そして、大晦日日本で素晴らしい、遊んでたくさん、ファンに挨拶をして、日本のファンは素晴らしい、ので本当にとにかく日本を満喫して、帰りたいと思いますので、そういったものは、そういったものをライアン・ガルシアから期待できると思います。 As Ryzen Fighting Federation and FanMio come together。
to everybody for joining us Monday, December 30th. Saitama, Japan, the Super Arena. Garcia versus Ampo. Fanmeo.com/PPV. Order today or on the Fanmeo app. Thank you for joining us.